おはようございます。令和3年5月2日、5時54分、もう時間ないよ。昨日ね、面白い本読んだんですよ。もうその話を昨日したかったんだけど、全然話進まなかったっすね。興味なかったのかな。なんだろうな。チャット欄の人もちょっとの人しか食いついてきてくれなかったからね。ものすごい深い話したかったんだけど、昨日実は我々、600万年ぐらい前にエンジンからね、エンジンになったのか、猿からエンジンに変わってきたのか、エンジンから人間になったんじゃないや。ホモサピエンスが現れたのは250万年ぐらい前なんだけど、600万年ぐらい前に、エンジンっていうのが生まれました。で、そこから250万年前にいきなりホモサピエンスとか、ホモエレクトス、エレクトスとか、ホモネアンデルタール人とか、北京原人とかいろんなものが、あちこちで自然発生的に生まれるわけですよ。250年万年前に。最近ここね、ここ15年ぐらいで進化論って全く進歩しちゃって、実は教科書にも載ってないんです。ものすごーく深いんです。で、なんでホモサピエンスだけ生き残ったのかって、ものすごい興味深いんですよ。これすごい興味深いんですよ。深いんですよこの話。これ昨日もう本当面白くて、で、チンパンジーと我々の差とか、そのネアンデルタール人と我々のホモサピエンスとの差っていうのは、だからその差があったからこそ私たちが生き残れたんですけども、我々っていうのはアフリカの東海岸で生まれてきて、ホモサピエンスがポーンと、で、そこから世界中に渡ってたと思われてたんですが、最近の研究では実は中東の方でも、もう、あちこちに、なんだ、一斉に、なんか、このように、同時多発的に人類が生まれたみたいな感じが、最近は、そういう説が強いみたいですね。で、東アジアとかにはすごい1メートルぐらいの小さい、ホモ類がいて。で、中東あたりでは、2メートル50センチぐらい大きい、ホモ類がいたみたいですよ。とにかくいろんなホモ類がいて、で、生き残ったのがホモサピエンスっていうことなんですよ。要は我々ってすごい凶暴なんですよ、ホモサピエンスって。凶暴で知性が高いんですね。だから他のネアンデルタル人とかを絶滅させてしまってるわけです。全部絶滅させてるんですよ、ホモサピエンスが行くとこって。もうとにかくね、気性も荒いんですよホモサピエンス、我々に人類っていうのは。それを理解した方がいいです。凶暴なんです。いや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 、うるさいんです。とにかくよく喋るんです。ネアンデルタル人の方がものすごく筋力も脳も大きかったんですよ。すんごい頭も大きくて頭脳もいいんです。頭脳面積なんです、ネアンデルタルのが。ほんの数パーセント、今でも現代人にもね、ネアンデルタル人の血が残ってる方がほんの少しだけいます。それは全員じゃないんです。ほんの少しだけネアンデルタル人の血が残ってる人がいる。それはその人の先祖が匂いに鈍感だったんですよ。我々ホモサピエンスっていうのは匂いでがすごい、匂いで嗅ぎ分けるんですね。で、例えば他の種類のホモ類が多分匂いが臭いんでしょうね。それで一生慣れなかった、購買できなかったんですよ。で、購買することができなかったんで、噂を流すわけですよ。あいつらは敵だ、あいつらは悪いんだっていう噂を流して、みんなで結託してやっつけるんですよ。っていうのは、我々ね、ホモサピエンスだけが、言語化できたんですよ。言葉を。実は言葉って、最近の研究で分かってるんですけど、動物同士も持ってて、意思疎通してるんですよ。動物同士も。音で。鳥ちゃんとかも、猫ちゃんも、犬ちゃんも。ただ、危険を知らせることしかできないんです。危険がなくなったよっていうのは教えられないんです。だから危険だよっていうのは誰でも分かるんです。チンパンジーでも誰でも共通言語として持ってるんですよ。すごいでしょ。で、人間は要は言語化することによって、要は何ができたかっていうと、想像主とかを作れることになったんです。共通意識を持ってたんです。普通は150人ぐらいのグループが限界なんですよ、人間でも。ネアンデルタル人は多くても150人ぐらいのグループでいたんです、多くても。それは言葉なんです。言葉が言語化できることによって、要は
虚像を作り出してるんです。虚言を言えるんです。嘘をつけるんですよ。っていうことによって言葉ってすごいんですよ。虚言を言えるっていうことは、虚像を作れるんですよ。神とか。例えば夢、目標を作れるんですね。その目標意識で人間って一つになれる。政治もそうなんですね。言葉の持つ意味っていうのをここで理解してほしいんですけど、で、最初、でも俺らのホモサピエンスがなんで生き残れたかっていうと、これ、火なんですよ。火。火を使うことによってものすごく変わるんですよ、我々は。ところがね、これね、ネアンデルタール人たちも火を使ってます。ほとんどのホモ類は石器を持って火を使ってたことが今でも分かってます。じゃあなんで我々ホモサピエンスだけが生き残れたかっていうのは、これ言語化なんですよ。150人のチームが何個もチームになれるんです。その言語化によって共通の敵を見つけることができるんです。例えばネアンデルタール人たちは危険だぞ、あいつらやばいっていう噂を流すわけです。そうすると150人ぐらいのグループがいっぱいあったとしても、その共通言語で一つになれるわけですよ。例えば、いや山の方にであるですよ、ライオンを神としている酋長がいるとするわけですよ。例えばライオンをやっつけたと、そう、普通だったらライオンをやっつけたっていうことは誰も噂になりませんね、言語化しないと。ところが言語化することによって、この男はライオンをやっつけた強い男だと、そういう男が首長になっていくわけですよ。そしてカリスマ性を持って、その人の持つ言葉が一つの指針になるわけですね。方針になるわけです、ビジョンに。そうすると海にはサメの頭をかぶったリーダーがいるわけですよ。こいつはサメをやっつけたと、そういう噂になってるわけですよ。すごいすごいってリーダーになってるわけですよね、150人ぐらいの。で、その人の言葉がね、すごい。で、この農耕ができるようになってくると、そのなんだ、巫女さんみたいに雨降れってやる人がだんだん弱くなってくるんですよ。そういう風に神格化できるっていう言葉によって、で、噂になることによって、あちこちから集まってくる人が、そういうやつがいるんだってよ、すげえ王様がいるらしいぞと。で、それが神格化していくっていうことですよ。チンパンジーとか他の動物にはできない。これが複雑な社会構造を生み出してきたっていうことです。複雑な社会性を持ったのが人間なんですよ。言葉を言語化することによって、で、肉を食べることによってですよ、ネアンデルタル人もサピエンスたちもみんなに火を使うことによって、要は生物を食べるんですよ。チンパンジーなんてね、何やってか一日寝てるでしょ。なんで寝てるかと、だいたい噛むのに5時間かけて噛むわけですよ、生だから。5時間かけて噛まないと胃が吸収できないですよ。で、5時間かけて噛んで、よーく噛んで、5時間噛んで。で、胃に流し込んで。で、5時間かけて胃で吸収して、ね。分解して腸で吸収するんだけど。で、じゃあ、5時間かかるわけですよ。で、10時間ですよ。で、5時間かかりやったらもう15時間。あと寝る時間しかないんですよ。だから、我々人類っていうのは80万年前に火を発見して、30万年前ぐらいに自由に使えるようになったんだけど、その間、ずーっともう石器時代200万年ぐらいは、もう何の進化もない。何にもしてないんですよ。で、いきなり、その火を、使ったりいろいろしだしてから急に動き出すんです。火を使うことによって、食べ物をすぐ消化できるようになるんですね。これによって行動範囲が広がるんですよ。消化する時間が少なくなるから。まあ、この続きはまた明日っていうことで。三枚おろしっていうことで、100回元気っていうことで。何喋ってんだか分からなくなりましたけど、元気ですか？明るく元気に気持ちよく。勇気、やる気、元気。もう6時になっちゃいましたよ。今日も明るく元気に気持ちよく。今日はカットです。朝からね、もう9時にカットの予約入ってるんでね。散歩行って、カットして頑張ります。アディオース。アミゴ。